モーションキャプチャーシステムの例モーションキャプチャは現実の人物や物体の動きをデジタル的に記録する技術である。モーキャプと略される。記録された情報はスポーツ及びスポーツ医療の分野における選手たちの体の動きのデータ収集などに利用されたり映画などのコンピューターアニメーション及びゲームなどにおけるキャラクターの人間らしい動きの再現に利用される。 モーションキャプチャの例。右端はマーカーをつけた人物の映像。このマーカーの動きを処理し、左端のような CG によるキャラクターの動きへと再現するキャプチャ技術には、光学式、完成センサ式、機械式、磁気式などがあり、それぞれ長所と短所がある。光学式は、画像式、赤外線式などいくつかの手法に分類することができる。多くの場合、 物体に装着するマーカーとこれを検出するトラッカーを組み合わせてキャプチャするため同じ方式であればマーカーの数が精度の一因となるトラッカーは1秒間にトラックできるフレーム数が精度に関わってくるまたトラッカーは設置が必要な場合システムの使用できる範囲を限定する光学式は複数のカメラと反射マーカーをトラッカーとして用い 撮影及び、計測空間周囲にカメラを設置して利用する。このため比較的広い範囲が必要となり、専用のスタジオや大学、研究機関で使用することが多い。またマーカーが隠れる場合は、ソフトウェア的に自動補正が行われることが多い。製品例、バイヒャン、ノーコブ、アプテトラク、モーションアナリシス、クワラシスト、ジャイロセンサ、加速度計からなる。 完成センサを身体各部に装着し、動きとして計測された情報から逆算して、1、姿勢を求める方式。センサ向きの測定のためこれに、地磁気センサを加えたものも多い。マーカー位置を直接計測できる、光学式に比べ絶対位置の精度が低い点や、時間経過で誤差が蓄積しやすい欠点がある。しかし外部カメラ等が不要で屋外利用など、 計測場所に対する自由度は高い。製品例、MVN、パーセプションニューロン等、機械式は、ポテンショメーター、エンコーダといった機械的に回転角や変異を測定するセンサを利用して、各関節角等の計測を行う。体に装着する際は各センサを合体リンクで支える、外骨格形状となるため、動きの記録のみを目的とする装置としてよりも、 パワードスーツの内部で用いられることが多い。磁気式では受信機を装着し、それに対して喪失機から磁場を送る。受信機内では三軸方向に直行するコイルで検出した磁力線をもとに喪失機からの位置及び姿勢を求める。光学式マーカーに比べて隠れる心配はなく、一つの受信機で位置と姿勢合わせて六自由度の情報が 得られるため装着数が3分の2で済むしかし金属や電気製品が近くにある場合は次回に影響を受けやすく、また計測可能な範囲が狭い欠点がある。ビデオカメラで撮影された映像を解析し、3D モーションファイルとして取り込む技術。マッチムーブなどの映像解析技術の進歩により、実現した方式で設備が少なくて済むという利点がある。ありがとうございます。